夏の汗ばむこの季節、行楽日和ホラー日和、降り立った地は地味猛烈住む地獄の一番街、まるで生きているかのような深き森、恐怖の森、さあ命がけの徒競走のスタートであります。まさに一寸先は闇、まるで見通すことができないニートの将来のように真っ暗だ。クリア条件はこの森からの脱出、各地に散らばるドラゴンボールを集めてシェンロンを呼び出せば見事クリアとなります。何やら可愛らしい笑顔が近づいてきた、死肉炎がトレードマーク、接客業ナンバーワンスマイル保持者ヨシエさんであります。彼女のストーキングをかいくぐり見事逃げおせるか。このヨシエさん、すでにこの森に居ついてから早10年、最近はマンネリとの勝負と嘆きの声も伺っております。森にやってきた侵入者を追いかけ回す日々、斬新なアクションが求められるこのご時世、昔ながらのラン&ガンで生計を立ててきましたが、それももう限界か。さあ不気味な人形とこんにちは、くぼんだ両目にはさすがの恐怖感。これまで何百何千と繰り返してきたプロフェッショナルなテクニック、素晴らしいというほかありません。この第2ステージ、木箱の迷路を難なく進んでいく、この辺りの空間把握能力はさすがと言えるでしょう。元プロラビリンスプレイヤーの本領発揮か。さあここからは一直線、単純ですが奥深い、昼間であれば一面に咲き乱れるラベンダーが美しく出迎えてくれる恐怖の森屈指の観光名所。左側には人見知りなヨシエさんがいましたが、ここは勇気が出ず、やはりスランプに陥っているという噂は本当だったのか。四六時中追い回す日々、変わり映えしない日常、さすがのヨシエさんも己の限界にぶち当たってしまったか。しかしここをなんとか乗り越えてほしい、自分の本当の力は自分にしか見つけることはできません。ここまでの道中、全く危なげなく進んでいる。このちょっと相撲心の様には、人見知りのヨシエさんも戸惑っていることでしょう。とはいえ、ここで声をかけなくてはいつもの恐怖の森、勇気を振り絞って、一歩を踏み出してほしいヨシエさん。殻を破る時が来たのかもしれません。さあ、ヨシエさんどうした？出てこないのか？あっと、ここはすっぴんでの登場。照れ隠しで、あえてメイクを落とす、ヨシエさんの瞑想っぷりが見て取れます。オイルの足を3秒で済ませて再登場。さすがに今のはまずかったという判断か。ここの切り替えの速さはさすがといったところ、しかしそう簡単には捕まえられません。このヨシエさん 2D デザインなので、左右への反応がどうしても人より遅れてしまいがち。今までは恐怖でもって相手の動きを制限してきましたが、トッププレイヤー相手となるとやや苦しいか。しかしこの緩急の付け方は素晴らしいの一言。さあ今度は階段を登っていく、死刑台に上がる13階段か。ここまでの進行状況はまさに圧巻、虫たちの囁きがまるで応援歌のようにプレイヤーを鼓舞しております。とはいえこのままでは引き下がれないヨシエさん、ホラーゲームの壁にぶち当たっているとはいえ、ここまでやってきたプライドがあります。なんとか一矢報いてほしい。さあ屋内戦、遮蔽がないこのポジション、ヨシエさんの有利ポジションだ。仕留めるならここだが、どうだ？あっと、これは絶好のチャンスを逃したか。先ほどの緩急は良かったのですが、ここで若干の躊躇が出てしまったか。今更出てきましたが、時すでに遅し、失敗を恐れた形、ここは勝負に来て欲しかったというのが本音でしょう。さあ、じりじりとタイムリミットが近づいてくる。これはいけない、このままではいいとこなし、なんとか最後に一泡吹かせてほしい。恐怖の森で暮らし、ここまでに数万人というプレイヤーを恐怖のどん底に陥れてきたヨシエさん。しかし実際は、ヨシエさん自身が繰り返される日常という恐怖に囚われていました。脱却の時はまさに今、逃げているのはプレイヤーかヨシエさんか。ゲーム開始前、ヨシエさんはこう言っていました。若い頃は勢いだけでなんとかやってこれたが、年を重ねた今、日に日に追うスピードが衰えている、テクニックでなんとかカバーはしているが、正直限界は近いと。しかしどれだけ月日を年月を重ねても朽ちないものもあります。それは魂、ヨシエさんの心の奥底に刻まれたホラーゲームの脅かし役としての遺伝子。泣くかをわめくかを怯えるかを、それを見るのが何よりの生きがい。衰えを口にするなど100年早い和風ホラーの女王貞子も、ヨシエさんにそうアドバイスしたそうです。しかし悲しいかな、プレイヤーのスピードに全くついていけない、これが現実だ。これはまた一つ歴史が変わる瞬間か。画面には映っていませんが、プレイヤーの背後に佇むヨシエさんが実況席から確認できます。しかし不思議とその顔に曇りはありません。全てを出し切ったような晴れ晴れとした表情であります。敗北は確定しましたが、それ以上に何か大きなものを得たような、そんな達成感を感じる表情であります。